ようこそ皇室ラボへ。宮内庁が1月22日に発表した内容では、愛子さまが大学を卒業された後、日本赤十字社で働くことが決まりました。愛子さまは嘱託職員として人道支援や災害救助などの活動に携わられることになります。愛子さまはこれまでにも国内外のさまざまな場所で赤十字の活動に参加されてきました。学習院大学文学部日本語日本文学科の4年生として日本の言葉と文化を学ばれている愛子さま、ご卒業を間近に控えた今、どのような道を歩まれるのか多くの人々が関心を寄せていました。そんな中、宮内庁から驚きの発表がありました。愛子さまは4月1日から日本赤十字社に嘱託職員として勤務されることになったというのです。日赤は人々の命と健康を守るために災害救助や献血活動などを行っている国際的な組織です。皇室と日赤のつながりは古くからあり、現在は皇后雅子さまが名誉総裁を務め、天皇陛下も皇太子時代に名誉副総裁を務められています。愛子さまは日赤の一員としてどのようなお仕事をされるのでしょうか。皇室から社会の一員へと新しい一歩を踏み出される愛子さまのご活躍に期待が高まります。日本赤十字社の本部には歴史的な建物や展示物がたくさんあります。その中でも最も印象的なのは関東大震災での犠牲者を追悼する慰霊碑です。去年の10月に愛子さまは天皇皇后両陛下とともに殉職した救護員の慰霊碑に深くお辞儀をされお祈りになりました。その後、愛子さまは関東大震災から100年の企画展をご覧になり、当時の救援活動や被災者の様子を写した写真や資料に興味深く目を向けられました。愛子さまは日赤本社の訪問を通して日本赤十字社の歴史や活動についてより深くご理解になられたことでしょう。また愛子さまのお姿は日赤本社の職員やボランティアの方々にも大きな励みとなりました。そして今回日本赤十字社に就職が内定したことについて愛子さまは次のようにお気持ちを発表されました。本年4月より日本赤十字社の嘱託職員として勤務することの内定をいただきありがたく思っております。日頃から関心を寄せている日赤の仕事に携われることを嬉しく思うと同時に身の引き締まる思いがいたします。これからもさまざまな学びを続け、一社会人としての自覚を持って仕事に励むことで微力ではございますが少しでも人々や社会のお役に立つことができればと考えております。また天皇皇后両陛下のお気持ちも発表されました。愛子が日本赤十字社の嘱託職員として受け入れていただくことになったことをありがたく思います。この春から日赤の一員として仕事に従事することにより多くの人のお役に立てるよう努力を続けるとともに社会人の一人として成長していってくれることを願っています。海外留学や大学院を目指すと思われていたので日赤の嘱託職員という選択は思いがけないものでした。しかし皇族の方々が少なくなっている現状では国内での公務にも積極的に参加する必要があります。今後は自分一人で公務をこなすことも増えるでしょう。
日赤で働くことで被災地の方々にお声掛けするなどの公務もできると考えています。そして何よりも父である天皇陛下、母である皇后様のお力になれるように努めたいと思われているのではないでしょうか。本年4月より日本赤十字社の嘱託職員として勤務することの内定をいただきありがたく思っております。この一文を読んであなたはどう感じますか？私たちは働くことの意味や価値について日々考えることが少なくなってしまっているのではないでしょうか。しかしこれからもさまざまな学びを続け、一社会人としての自覚を持って仕事に励むという姿勢を見せてくれる人がいれば心に響くものがあります。働くことの素晴らしさや社会人としての誇りや決意、これらは私たちみんなにとって大切なことです。それを改めて思い出す機会になるのではないでしょうか。愛子さまはご成年を迎えられた際の記者会見で皇室の一員としての使命感をこうお話しになりました。皇室は国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にしながら務めを果たすということが基本であり、最も大切にすべき精神であると私は認識しております。この精神を胸に愛子さまは大学院に進む道を選ばず、社会人として日本赤十字社に就職されました。皇室の在り方を現代社会において実践されようとされたのでしょう。いつか両陛下にお連れ添いになって能登の被災地を訪問される愛子さまの姿を見ることができるかもしれません。時代とタイミングなのでしょうか。多くの人が海外留学をされると思っていたのではないでしょうか。赤十字社に勤められるという決断にはとても感銘を受けました。自分の興味や自由を優先するのではなく、社会に出て働くということは素晴らしいことだと思います。国民の多くが大学卒業後に就職する中、愛子さまも同じ道を選ばれたとは驚きでした。愛子さまのお仕事先が赤十字に決まったと聞いて驚きと喜びで胸がいっぱいになりました。多くの方が大学院や留学という道を選ばれる中、愛子さまは自らの意思で別の道を歩まれるという勇気ある決断に感動いたしました。大学院や留学はいつでも挑戦できるものです。ただの肩書きになってしまっては本末転倒です。本当に学びたいと思う時が来ればその時こそがチャンスです。今は赤十字という人々の命を救う素晴らしい組織に関わりたいと思われたのですね。心からお祝い申し上げます。愛子さまは皇族としての責任感と国民への思いやりを持ってお仕事を選ばれました。最初は大学院への進学も考えられていたそうですが、すぐに就職されるというのは社会に出て人々に貢献したいという熱い思いがあるからでしょう。愛子さまの国民に寄り添おうとする姿勢はとても素晴らしいと思います。数年前とは違う雰囲気になられ、皇族としての自信と誇りを感じられるのではないでしょうか。国民は愛子さまの優しい眼差しに安心と癒しを感じています。いつかは天皇に即位される日が来ると思いますが、その時も国民を温かく見守っていただきたいと願っています。いかがだったでしょうか。今回の動画は以上となります。
今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対して、いいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回、またお会いしましょう。